疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はですね、少し時間があったので TAF333ESX こちらをね、出してきて音楽を聴いていました。せっかくなんでね、少し紹介動画を撮ろうと思っております。 TAF333ESX は1986年頃の発売となっていまして、79,800円でね、発売されたすごく安いモデルとなっております。で、当時のね、79,800円っていう価格があるんですが、これ以降ずっと79,800円っていうのを各社ね、出してくるんですが、まあその前後の価格帯とかね、出してくるんですが、もうそのレベルが高くて高くてね、すごかったっていう、カタログでしか当時はね、見たことないですが、すごいんじゃないかなっていうのをね、いつも思っておりました。で、私が使ってたのは、これの後の、ヤマハの AX900 というね、プリメインアンプをね、使っていました。79,800円でね、出たモデルとなります。で、まあ、そちらも、ダイナミックテストとかにもね、出ていて、それの記事も読んだりしましたが、パワー、プリとパワーがね、切り離せたりして、まあ、いろいろなね、初心者ながら、いろいろ使いこなせて、楽しいアンプでした。まあ、物量で言うと、他の会社の方がね、拍手って、後期になればなるほど、すごいものが出ていたんですが、まあ、オーソドックスな、癖のない、まあ、ナチュラルサウンドっていう、ヤマハの特徴の癖のない、でも、つかみどころもない、いいアンプだったんじゃないかなと思います。音に癖があるって言ったら、ヤマハの話ですが、B1 とかね、B2 の方がよっぽどね、癖があって、どちらかというと、B2X とかね、AX900 は B2X とか、そっちの方の傾向に近いんじゃないかなと思います。B70 とかも、まあそっちに近いかな。力があって、まあ、そんなに、光るところはないけど、そつなくすべての音楽を嫌味なく鳴らしきるっていう感じが気に入って使っておりましたが、はい。そんな感じでございます。今日はですね、TAF333ESX をね、これからカタログを通しましてね、紹介させていただこうかなと思っております。で、時間があるときね、内部の構造とか、写真を使いましてね、また別の動画で紹介させていこうかなと、思うんですが、やっぱね、この辺のクラスがね、なぜかやっぱりね、最近、昔の名機っていうのが高くなってきてる中、やっぱし定価がね、79,800円ぐらいとか、10万以下のって言うと、今でもね、そんなに高くなってないんで、買いやすいモデルなのかなとは思いますので、こちらをね、紹介させていただこうかと思っております。はい。お時間あればね、最後までよろしくお願いいたします。はい。それでは、説明させていただきたいと思います。ソニーのね、TAF333ESX です。入力は、テープ3系統。AUX、CD、チューナー、フォノとなっております。で、フォノは MM と MC カートリッジが使えます。パワーアンプダイレクトとかね、パワーアンプとして使えるっていうのではなく、ソニーの場合は、ソースダイレクトで、セレクターだけ、スピーカースイッチとセレクター、ボリュームと通る感じで、使えるようになってます。トーンバイパスができるっていう感じになりますね。はい。モードはステレオとモノラル切り替えができます。はい。そんなんでね、カタログを見ながら行きたいと思います。79,800円。TF333ESX、79,800円ですね。もう CD 時代なので、後ろの端子のね、写真を撮り忘れましたが、後ろは CD 入力は金端子となっております。金メッキ端子となっております。フォノも金メッキ端子です。はい。CD 時代にふさわしい音の躍動感。
このテーマに沿ってアンプ設計の基本を見つめ直し、新たな発想と幾度もの主張で音のクオリティ、そして音楽性を磨き抜きました。素晴らしいですね。素晴らしいですね。言い切っちゃいましたね。言い切っちゃいましたね。はい。まあ簡単にですね、説明しますと、こちら、G シャーシというものがね、使われています。で、G シャーシというのは、今、カタログの画像が出ていますが、こんなような感じのものになっております。とても強力なね、G シャーシですが、炭酸カルシウム、不飽和ポリエステル、グラスファイバーっていうね、材質でできているようです。はい。硬いけど、金属のように、鳴かないというね。で、成形も楽というところにね、目をつけたんじゃないかなと思いますが、まあ、G シャーシのうんちくはすごいですね。これはね、書いてありますけど。まあ、MDP-999 のようなね、鉄板2枚重ねとか、それにアルミ板とか、そういう方がね、いいんじゃないかなとは思うんですが、まあ、G シャーシもね、当時としては良かったんでしょう。こちらがね、内部の写真になります。トランスが1台入っていまして、シャーシ自体は555、これの上位モデルの555と、共通になってると思うので、ガラガラです。ガラガラです。トランスが2個入ったりできるようになってると思います。でもね、アルミのヒートシンクも厚いですし、AX900 よりね、全然グレードは高いですね。はい。こんな感じになっております。デジタルソースの音の純度を限りなくピュアに伝えるため、さらに設定したソニーの伝統、シンプル&ストレート伝送。って感じですね。ソニーの伝統ってそうなんだみたいなねことを思いますが、4オーム負荷 140W プラス 140W のハイパワー、なるほどですね。はい。次、はい、次ですがね、こちらに書いてあることは、まあ、電源部にこだわりましたよっていうことですね。電源部にこだわりましたって言いますが、この頃の製品で、電源部にこだわってない製品なんてね、一切なかったです。もうみんなすごかったですからね。みんなすごかったです。まあ上位モデルを持ってる会社ばっかだったので、もうそこにね、突っ込んでくるパーツがすごいんですよね。もう本当に、本当にすごかったです。はい。もう驚きですね。驚きです。もうね、これ赤字なんじゃないかなっていうぐらいな感じの突っ込み方してきましたけど、すごかったですね。はい。はい、カタログの裏になりますが、ジブラルタルシャーシ、G シャーシはジブラルタルの岩から、取った名前となっております。はい。まあね、このソニーの333ESX は、本当にね、いいアンプだと思います。はい。それではですね、今、一曲ね、再生していきたいかなと思います。
お疲れ様でした。ただいまね、お聞きいただきましたが、ソニーの TAF333ESX。まあなかなかね、力あって元気になるんじゃないかなと思います。まあ、高級機にあるようなね、美しさとか、その力強さとか、そういうエッジの効いた広域とか、そういうのはね、出ませんけど、やっぱし、この価格帯ではいいものをね、持ってるんじゃないかなとは思います。これからね、購入する方がいれば、これのね、上位モデルをね、買った方がいいです。どうせね、高いのは一緒なんで、手を加えないと、オーバーホールしたり、メンテナンスしないといけないんだったら、いいものがいいんで、お金をかけるならね、いいものがいいんで、333より555がいいと思います。はい。そんな感じで、今回はね、これで以上となります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。